M777 155mm 榴弾砲は、イギリスで設計、開発され、アメリカ軍が採用した最新型の牽引式榴弾砲である。1990年代、イギリスのビッカース造船技術会社は、超軽量野戦榴弾砲の開発に着手していた。その後2005年にベイシステムズが買収した、アメリカ合衆国のユナイテッドディフェンスの協力も取り付けることで同年この超軽量野戦榴弾砲が完成し、アメリカ軍は M777 の正式名称を与えて、これを採用した。V-22 で空輸される M777 榴弾砲の性能は射程や発射速度については特筆に値しないごく平凡なものに過ぎず前任の M198 155mm 榴弾砲と比較してほとんど進歩していない。M777 の最大の特徴は重量の小ささにあり、M777 の重量 3175kg は M198 の重量 7154kg の約 44.4% と半分以下であるため M198 では CH-47 チヌークや CH-53 シースタリオンなどの大型輸送ヘリコプターでないと吊り下げ輸送ができなかったのに対して M777 は UH-60ブラックホークや UH-1N ツインヒューイのような中型汎用ヘリコプターやティルトローター機の V-22 オスプレイでも機外に吊り下げて輸送することが可能となった。砲撃中の M777A に一般的な牽引式榴弾砲と違い、M777 は砲架からやや短めの足を4本突き出させ、後部の2本は中隙を取り付けて反動による砲の後退を防ぎ、全部の2本は砲が前につんのめって転倒することを防ぐ役割を分担して担わせることで脚部の軽量化と射撃時の安定性を両立させている。このほか、鉄よりも軽量かつ強度の高いチタン合金製の部品を多用するほか、中隊機を砲身の左右に設置したり、砲の配置場所自体をかなり低い位置にしたりすることで、重心を可能な限り低い位置にしているが、このため装填作業がやりづらく、特に工業各自の砲弾装填に困難が生じたため、大きく湾曲した作髄が使われている。また、砲足が短いために車両による牽引時に、従来のように砲足に設けた牽引具で牽引することが難しいため、牽引具は方向のマズルブレーキに設けられており、牽引具がマズルブレーキ下面から前方に向けて突き出している。車高付与は砲部に搭載されたパノラマメガネと付近に設置した方向盤を使用した反転砲により行われる。車高付与後はコリメーターを設置し、事後の射撃の照準点とする。M777 に搭載されたパノラマメガネを使用してコリメーター設置を行うアメリカ陸軍の兵士。アメリカでは海兵隊と陸軍が保有する。M198 榴弾砲を全面的にこの M777 榴弾砲に更新する予定であるが、現在は主に山岳地帯が多く、軽量な火砲のヘリ空輸を頻繁に行う必要があるアフガニスタン駐屯部隊から優先してこの砲が配備され運用されている。アメリカ以外にもカナダ統合軍地上軍が採用を決定したほか、イギリス陸軍でも採用の是非を問うトライアルが始まっており、採用が決まれば L118 105mm 榴弾砲の一部をこれと更新する予定である。また、M777 榴弾砲の砲架はそのままにして、専用トラックの荷台に搭載することで、フランス製のカエサル自走砲のような双輪式簡易自走砲とするとともに、必要に応じて M777 榴弾砲をトラックの荷台から下ろすことで、山の頂上などのようにトラックが入れない場所にもヘリを使って砲を配置することが可能という自走砲と牽引砲の利点を両立させたハイブリッド榴弾砲とする構想も存在する。初弦作動機構性能砲弾、創薬、ハイエナロードはアフガニスタンに駐留するカナダ陸軍の装備として登場。クライマックスなどでタリバンに対して使用される。ありがとうございます。